島でフェスがあったんですけど、マイクもありがとう、ハイビスカスもありがとう。そう、駅様行ってきました。はい、もうめちゃくちゃ暑くて、本当にもうバテてましたね。本当に暑かったですね。どうもありがとう。やばかったです。今もハイビスカスありがとう。福島ラーメン食べてないよ。食べたかったけど今日はね、すごいね、乗り換えしながら行ったのでね、結構ね、片道だけでもすごい時間かかりましたね。朝早くに出たんだけど、お昼に着いて、そう、何時だったか、何時間ぐらいかかったのかな。4時間以上かかってんのかな。東京行くより遠い気がする。時間かかる。4時間以上かかる。5時間ぐらいかかるのかな。わかんない。なんかね、結構ね、遠かったですね。あ、ありがとう。このフルーツ、いや、なんかね、今日はね、今日は新神戸駅まで行って、そこまでだいたい1時間半ぐらいかな。そう、神戸まで行って、 そっからあのバスで淡路島とか通って、そうそうそう、で徳島行ったの。だからね、バスの時間もだけでもう3時間4時間ぐらいあったかな。ちょっと遠かったですね。淡路島経由した。だからさ、自分全然把握してなかったので、あの行きしはめっちゃずっと寝てて、で、あの着いてびっくりで、本当に何ですか、マップ見たらこんなとこにいるのかってなってで帰り道見てたら、なんかサービスエリアとか言ったんですけど、淡路島にいて、うわー淡路島にいるとか思って、めっちゃびっくりしました。なんかそっち経由で、結構そう、山の中だったんですよ、徳島の。淡路島はね、いや行ったことあるんだけどね、経由そうしていきました。そうです、そうです。明石海峡大橋、え、それかな、それだよね、明石海峡大橋だよね。淡路島のサービスエリアでアイス食べた。え、食べてないけど、なんかメンバー結構食べてたアイス、ありがとうございます。バス移動長かったね。今日はでもね、ポカリをね、飲み放題、そうだったので観覧車見た？え、観覧車あった。何あの観覧車、何あの観覧車って思ったよ。けどなんだろうなって思いながらまたバスに乗った。あれ何、遊園地でもあるの？サービスエリアにある。あ、そうなの。なんか淡路島のさ、サービスエリアから観覧車が見えるの。え、そうそう、あれサービスエリアにあるの？確かに近いなと思ったけど、
え、サービスエリアで観覧車に乗りに来るみたいな。ちょっと疲れたな、観覧車にでも乗るか。車から車降りて観覧車に一周、よし、また運転するか。休憩みたいな感じですか。私なんか遊園地があるかと思ったよ、観覧車見えたけ。目覚まし用なのあれ。私のやつありがとうございます。いつもありがとう。サービスエリア観光地、でも確かになんかすごいいろいろあった気がする。なんか何があったかわかんないけど、あんま寝起きだったからもう覚えてないけど、なんかあった。人間の森、ああそんなの、そんなの、はい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 、もうとにかく眠たくって眠たくって、なんか移動中はね、頑張って寝てるんです。もう体勢がきつくてもう寝たくって、そうだから頑張って寝よう、寝てやるぞ、そんな気持ちです。なんかさ、フェス、外でのフェス暑すぎてさ、本当に私顔からさ熱が引かないの、なんか熱がこもる、真っ赤になるタイプなんですよ。だからそう、もう本当に暑すぎてね。え、今日すごかったよ、本当にありがとうございました。日焼けするよね。だってさ、結構ステージは屋根あること多いけど、みんなのところがさ、見える、あの見るところはさ、屋根がさないところ多いじゃないですか、外ステージ。焼けるよね。あの突然話は変わるんですけどね、明日写真集の記念したショールーム配信を夜の20時からやります。あのここでこのグッズってある、まあもう皆さん何日か前からちょっとそうなんだろうなとは思ってたと思うんですけど、このグッズのところから写真集を買えるようになるんですよ。で、そのショールーム限定の特典がつくっていう形で、そう、飛行機飛ぶやつ、飛ぶやつかな、飛行機飛ぶ、これ買ったら飛ぶんだよね、だって。そう、夜8時からやります。皆さんぜひ見てください。パクチーはつきません。写真集の特典がつきます。ショールーム限定特典となっております。20時からね。明日何言ってた ?14 か。お盆がさ、13、14、15だよね。このルーム?あ、そうそう、このルームです。私のこの中村舞の配信ルームでございます。この後お姉ちゃんに前髪を切ってもらいます。前髪が伸びすぎて。明日だけですか?一応そのような予定になっておりますので、はい。明日
か。え、多分、え、うん、多分、多分ちょっと自信がなくなってきました。あ、そう、明日だけの特典です。この前サイン書いてたのは今度のお渡し会の時のかな、うん、ねえ、なんか〇〇の反対ってさ、そう、なんか私の配信じゃない、私の写真集のタイトルがあの嫌いの反対なんですよ、タイトルがね。だからさ、みんながそれでさ、なんか〇〇の反対って言ってくる人いっぱいいるんだけど、なんかお話し会でもいたんだけど、結構なんとかの反対みたいな反対使って喋る人増えましたね。〇〇の反対みたいな。天の塾。まいちゃん天の弱ですか。もうまいちゃん何がなんだか分かりませんもんあれ、なんか分かりません、もう自分が分からない、自分のこと。分かりません、なんかこういう性格だなって分からん。なんか毎日日によって変わるわ。でもなんかあれこれだと思ったのに、あれでも今日はこうだなみたいな。日によって変わることないですか。でも何が何だか分かりませんね。これ以外に題名候補いっぱいありました。嘘です、いっぱいは嘘かも、でも結構ありました。思ったより私なんか 2,3 個来るんかなと思ったんですよ。題名候補は、題名候補10個ぐらい来ましたね いっぱいありました。いっぱいっていう、わからん、どこまでがいっぱいかわからんけど、選べない人なのに。いや、そうなんですよ、めっちゃ慎重に選びました。うん、一人じゃない、選んだの。最初嫌いの反対もなんか写真集のタイトルに嫌いって文字が入っちゃっていいのかなって思いながら、本当にいいのかな、いいのかなって思いながら、いろんな人に相談したもん。ありがとう、ね、なんか嫌いってそう、インパクトはすごいあるけど、嫌いっていうなんか文字って結構ネガティブじゃないですか。だからいろいろとめっちゃ考えましたね、なんか慎重に選びました。
いいタイトル。でもみんながねそう言ってくれて嬉しいです。見てありがとう。ありがとうございます。私はね案出しないよ。全部決めてもらいました。決めてもらったっていうか候補の中から候補を決めてもらって、でもさ私本当になんか来てこれどうですかみたいな感じで相当優柔不断すぎてもう全然決めらんなくって、なかなかちょっと悩みます、ちょっと悩みますって返信ばっかりしてたんですよ。そしたらもうそろそろ決めないといけませんみたいなの来て、でじゃないと印刷が間に合いませんみたいなもうねじゃないと、そういっぱい悩みすぎて印刷が、間に合わなくなるから早く決めないとってなって、もう必死にずっと考えて大変でしたね。そう、私の優柔不断で発売延期になるとこでした。姉貴やお母さんに相談した。相談するよ、全部相談するんだけどさ、でもさなんかうちのお母さんもお姉ちゃんも優柔不断だから、わからんみたいな感じでちょっと終わっちゃう。似とるみんな、中村家エビスカ様ありがとう。あと3分、髪の毛さすがに自然乾燥は厳しいな。皆さん、また明日熱中症にならないように、この中村舞が言います。皆さん熱中症には気をつけましょう。中村舞はもう熱中症になりかけてます皆さん本当に涼しいところにいていっぱい飲み物飲んでください。お疲れ様ありがとう。お疲れ様。ちょっと男女呼ぶよ、待って。いや夏バテするよね。でも食欲はあるんだけどね、困るね。よっちゃん51さん、はやりんごさん、福ちゃん丸さん、ミッキーさん、福太郎さん、わたりんさん、ティンさん、考えなしさん、コペンさん、きなぺこさん、うまちゃんさん、東京のスワンさん、1位はドルル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 ルマネパパさんでした。ありがとうございました。おやすみなさいませ。明日は水曜日です。明日は20時に皆さん会いましょう。ドク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 ドーン、バイバイおやすみ、また明日。
おいやー。